感じ。なんやねんってぐらい美味しいこれ。はい、始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、卵焼き食べたい。卵焼き食べたいよ、志村くん。卵焼き食べたい日があるでしょ、君も。僕もあります。そうでしょ。それが今日なんだよ。卵焼き食べよう。食べましょう。はい、じゃあ作りますね。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあ今日はね、あのね、明太入り卵焼き。たまにはこれ買ったのに全然使ってないから、僕これ使いたかったの。じゃあやってみましょう。3つ。卵焼きさ、木村くんちはどんな卵焼きなの？そうですね、チーズ入りとかがよくあったかもしれない。チーズ入り。チーズ入り。いいね。チーズあったかな？あったよ。あったあった、これ。ちょっとその、いろいろ使ってて、まだ、残ってた。これも入れよう、じゃあ、木村くんが。そんなにチーズが好きだったとか。ありがとうございます。じゃあ、チーズも入れてみよう。3つだとすげえでっかくなっちゃうのかな。2つでよかったのかな。やってみるか。だいたいこれやる前に言っとくけど、僕前もこれやって、これあんまりなぜ使わないかっていうと、めちゃくちゃ下手くそなんで、あのすごく下手なのを了承してくださいね。またいつも通りぶっつけ本番できますから。でこれさ、これあのこのこうやってなじませますね。そして卵焼きっていうのは絶対に最初の一発目、でここにさ、ここで決まるわけですね。でここちょっと弱めて、それで今日はこの明太子をこう入れて焼きたいなんで、ここにこう明太子を入れますね。はい、そしたらここに今日はこの刻みネギね、これも入れますね。こういう感じでやってみようと最初から思ってたんだけど、なんと千村くんがチーズどうしても入れたいって言い出したんで、これをチーズも入れて。またこの時点で大きすぎんじゃないの？こんなになんか最初から大きくて負けんの？いける？なんか違くない？いつものこの、こんな形だった？あのみんなお弁当に入ってる。もう一巻きでもうなんか立派な目玉巻きっぽくなってんじゃん。あとこんなに残ってんのに、すげえでかくなっちゃうんじゃないのこれ。まあいいや。チーズ入れなかったら千村くんにめっちゃ怒られそうだからね。そんなことない。だってお前チーズ好きって言ってたんだよ。チーズなかったらさ、ケンマスさんチーズ入ってない卵揚げなんてって言って怒られちゃったらさ、ネギいっぱい入れよう。またこういうことやるからどんどんでかくなっていっちゃうんだよね。よっこいしょ。でもさ、これ真ん中にさ、明太子入っててさ、色もさ、青と赤入ってんじゃん。綺麗だと思うよ。お、意外と様になってきた。お、今日は結構いい日か。よいしょ。はい。それで、最後一目。お、は、よし。これでパーってここに入れて、意外といいかもしれない。人生で初めてこれ、卵焼き器の卵焼きが大成功した瞬間かもしれない。よいしょ。あ、いいね。はい。あ、見てください皆さん、この素晴らしいいい感じ。いやー、いいね。これさ、でも肝心なことを考えてんだけどさ、あれじゃない、卵に味入れなかったけど、明太の味だけだとちょっと薄いよねきっとね。まあ、中に明太子入ってるからあれだけど。そうだ、いいこと考えた。これはこれとして、ちょっとね、ちょっと待ってね、これはこれで完成としていいんだけど、これにさ、ちょっとさ、あんかけで味付けよう。なんかこういい気がしてきた。今ひらめいたけど。でこれに味入れなかったからさ、なおさらさ、そのいいような気がする。でそしたらこれね、 200cc ぐらいの水入ってるから、小さじ3切り1杯分ぐらい。これで一旦このシンプルにソーミンシャンタンだけの、うん、いいよ。そしたらこれね、水溶き片栗粉は片栗粉を1に対して、あの水2で溶いたものね。でこれをさ、このちょっとずつこう入れて、
回そちら加熱します。まあこれでまあ中華の簡単なこの銀杏っていう感じでね、緩いこの、そうするとこっち卵は全く味入れてなかったけど塩味のあんかけで味が入るから、あ、色も綺麗に出るし味もこれで乗るんじゃないの、うん、ね、すごく綺麗なイメージになると思うよ。これごま油をね最後にちょっと香りでちょっとこのちょっと小さじ半分ぐらいでいいからこうやって入れて、でそしたら明太卵焼きね、これを切ってみるか、どんな断面か。あ、いい感じ、見てほら、チーズも入ってるからすごい綺麗、いいかも、見た目も可愛いかも。じゃあこういう断面見せた方が可愛いかしら、色目が綺麗だからね、ちょっとこう見せる感じにしてこれをぶっかけて、どうかな、フィニッシュ、よーっと、これで味が乗るし見た目も綺麗なんじゃない、こんな感じで、おー、いい感じ、よしよし、こんな感じで、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨寿司超簡単だな、これ明太卵焼きの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。そう、この感じ、なんか可愛いのできたね。いや、可愛らしいのできてよかった。じゃあ早速これを食べる前にいつも通りチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした、乾杯。美味しい、もう毎日美味しい、はははは、ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。明太子はちょっとこの真ん中に入ってて、まあまだね生の状態だよ。でそこにネギたっぷり、チーズたっぷり、こういう状態になってて、よいしょ、いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごい美味しい、これなんやねんってくらい美味しい、これすごい美味しい。いや、いいねこれ、明太子は生きてる、なんていうの、まだ生っぽいんだけどちょっと若干火が通ってるから、なんていうか完全な生とも違うんだけど、でこの味のない卵に銀杏がすごく絡めてくれて、その全体まとめてくれてる、その鶏ガラスープの味がね、うん、これはやばいね、本当に美味しいよ。うん、卵焼きでこうソースだとかケチャップだとかなんかそういうのでやるのもいいんだけど、それだとこう味が一辺倒になっちゃうじゃないですか。この原案で仕上げることによって素材の味が、優しさがそのままこうすごくこう分かりやすくて、それでいて物足りなさがないというか、こう上品な仕上がりになってる。なんか途中でひらめいたこの感じ、もう大当たりですね、この感じ。これ明太子じゃなくていろんな卵焼きでやってみたいなと思った。じゃあちょっととりあえずちょっと志村くん、はい、いただきます。いバクッとこう全体にこういっちゃった方がいいかもしれない。うん、おいしい、上品って言ってる意味が分かりましたね。そうそう、全部食べちゃおうか。ありがとうございます、うん、全部の調和がいいな、これ本当に。あんだけこう大胆に入れた明太子がやっぱこう主役感というか。そうね、やっぱこの明太子のこの存在感すごいね。うん、おにぎりみたいな卵焼きみたいな。おお、そうね、うん、卵焼きなんかもっとこのあんかけ卵焼きみたいなこの世界観でなんかもっと面白いにできそうだね。そうですね、なんかすごく、なんかこの感じがすごく未来感じるな。こんないろいろレパートリーあるとお弁当とかも楽しくなりそうですよね。うん、そうだね。うん、これはちょっと自分で我ながら作っといていいの作ったなと思いました、うん、ってことで今日のこの簡単料理ね、はい、明太卵焼き、うん、まあ、言っちゃえばそうだよね。そうですね、うん、明太卵焼き、はい、完成です。はい、皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。